はい、どうもこんばんはっていうことなんですけど、いやー、ショックでもないんですけどね。あ、昨日ですか？昨日動画上げましたよ。動画上げたんですけど、まあ、YouTube の運営側に消されちゃったんですよね。で、思うんですけど、まあ、通知の1本ぐらいさ、よこせよってね、まあ、それだけは言いたいです。で、今日なんですけど、まあ、リーチっていうことで話していこうと思います。リーチですよ。何のことってね、思われてる方いらっしゃると思うんですけど、リーチなんですよ。あと1回なんですよね。あと1回報告や警告を受けると、このチャンネルが、消滅してしまいます。ということは、皆さんに会えなくなるって寂しいですっていうことなんですけど、何も問題ないですよ。作り直しますもん。で、昨日の動画、くだらないですけど、まぁ、ちょっと紹介しますか。こちらです。この貧乏人、4人を紹介したんですよ。で、まあ、ツイッターのやつなんですけど、皆さんもね、こういうやつもしかするとね、SNS でまあ、つながりがあるかもしれないんで気をつけてください。まず、こいつからですね。で、まずこいつのプロフィールなんですけど、まあ、気持ち悪いのは、この職業の欄なんですけど、エンターテインメント、レクリエーション、何これ SNS でなんか格好つけたいとか生きりたいの気に貧乏人のくせに。で、その下、フォロワーが824人に対して、フォロー中ですよ。一方的にフォローしてる人数が2206人。どういうことかというと、かまってください。俺って話したいんでーす。みたいな。なので、女性の方ね、くれぐれもこういうやつには気をつけてください。で、あとこいつ、バンドの募集ですか？こちらですね。ドラマーらしいですよ。で、バサラやりたいって。バサラみたいなゴミバンドさ、メンバー集まるわけねえじゃん。だってそうですよね。バサラの楽器隊、まあ、演奏はいいとしても、ボーカルなんか誰が歌えないの？バサラの曲。まあ、頑張れよ、貧乏人。で、次ですね、病人です。病人もほら、フォロワーが169に対して、フォロー中が1078。何君寝たきり苦しい苦しめよ。で、YouTube チャンネルがあるっていうことで、こちらですね。19本で64人しか登録者数がいない、ゴミみたいなチャンネルですね。で、僕なんでこうやって紹介してるかというと、こういう感じなんですよ。もうね、ツイートが長いんで、まあ一部なんですけど、この病人、こんな感じで書いてるんですよ。昔演奏技術とかで、ね、バンド紹介してたのに、今はなんか毒だけ吐いてで、ね、見なくなったみたいなね。まあこういうこと書いてある。まあ何書いてあってもいいんだけど、これを見る限り、今でも見てんだろ、お前。だってそうじゃない。昔はさ、VK 紹介して、今は、ね、俺ディスってるだけなんでしょ？毒だけ吐いてんでしょ？それ知ってるっていうことは、今でも見てんだろ、お前。気持ち悪いな、ほんとに。で、次ですね。検証仲間募集中。こいつもね、フォロワーが2173人。で、フォロー中が4697人とね。ね、女性の方ね、くれぐれも気をつけてくださいね。で、こいつのツイートこんな感じですか。誹謗中傷するバカはいらないですね、みたいな。バカはルナシーというバンドの歴史。ルナシーの歴史をなんで俺知らないといけないの？だってさ、俺そんな気持ち悪いやつじゃないもん。俺、ディルね、ファンクラブ入ってたんだけど、メンバーにさ、誰か兄弟がいるとかさ、学校がどことかさ、俺そんなん知らないよ。調べようとも思わないもん。だってライブに行けりゃいいから。で、最後ですね。はい、27歳の男性、どなたでもフォローしてくれと。で、趣味は気に入ったものの調査です。お前嘘書くなよ。お前の趣味は、尾行盗撮 AV 鑑賞。言って言って。声に出して声に。はい、尾行盗撮 AV 鑑賞。書き直せよ。で、ほらほらほら、フォロワー566、フォロー中4987。相手にされないって。で、YouTube チャンネルは、はい、ゴミのチャンネルです。本数19本に対して、3人。3人ってどういうこと？何？携帯3本持ってんの？で、自分で登録してるとか。はい。で、こいつのツイートこんな感じ。この YouTube は感じ悪い、流してる、関連に上がってちょっと見えた。あれはひどい。で、俺思うんだけどさ、お前なんでさ、俺フォローしてんの？お前なんかフォローしてね、しないの決まってんだけど、なんで俺をフォローしてんの？気持ち悪いな。はい、っていう感じなんですよね。で、これですね。なんかこいつは通報したらしいんですよ。こいつは通報して、YouTube の動画消そうとすれば、かなり簡単に消せるチェスみたいなね。さ、アホすぎて話になんないなと思うのは、俺ね、1年半ぐらい前に、同じことが起こったのね。それなんでかというと、TK ってわかる？
PK っていうのは、あの V2 っていう、小室哲哉さんとよっちゃんのユニットあったと思うんだけど、あれの背徳の瞳っていう曲を上げた時にね、消されたんだよね。通報入ってなかったと思うんだけど、同じなんだよね。で、俺さ、昨日動画を上げて起きてさ、ええー、みたいな。もう、Google から、Google、YouTube からさ、DM が届いて、急いでチェックして、で、YouTube でさ、試したのね。これ、俺頭悪いんだけど、ルナシーの、6名間。まあ、6名間で、おとといでしたっけ？ライブあったじゃないですか。その映像を僕入れたんですよ。演奏されてた曲が、デザイアとロージアとウィッシュ、3曲だったと思うんですけど、高崎バンドとコラボで、まあ映像でね、曲は流してないんですよ。音は流してないんですけど、映像だけ使ったんですよね。で、消されたっていう流れなんですよね。で、こいつは通報したから俺が消してやったんだ、みたいな。バカじゃないの、お前。俺 DM もらってる人間よ。で、あと言いたいのは、今ね、YouTube 開いて、ルナシー6名間でも何でもいいから、検索かけてくれ。上がってる動画、ないでしょ？ 6 名間の動画上がってないでしょ？まあ上がってるっちゃ上がってんだけど、要は収益化できてないチャンネルなんだよね。これニュースのチャンネルでしょ？ニュースのチャンネルで2本は上がってんだけど、収益化できてないんだよね。俺様みたいに。俺みたいに。要は収益化できてるチャンネルって厳しいんだよね。別にお前が通報したとか関係ないよ。だって普段からさ、俺のチャンネルご覧いただいてくれてる方はわかると思うんだけど、ね、通報してやるとかね、何件もさ、コメント紹介してんじゃん。で、そいつらって間違いなく通報してるわけじゃん。今まで何もないんだよね。そういうことなんですよ。YouTube でね、俺みたいにね、収益化できてる人間に対しては厳しいんですよね。これミスったって思いましたね。最新というか、YouTube で配信してたじゃないですか。これってどうしても皆さんに見せたかったんで、僕、Twitter から抜いたんですよ。Twitter から抜いて、もう上げたんですよ。まあ、J の部分なんですけど。J の。6名間でさ、あれだけクソ狭いなから、マイクスタンド投げてたんで、これ見せたいなと思ってね、上げて、そう、消されたっていうことでね。はい、わかったお前。お前が通報したからじゃねえよっていうことで。はい、ということでね、公式貧乏人の、4人はこれで終わります。で、これだけだと、まあ、面白くないんで、まあ、ルナシーね、皆さんもご存知だと思います。アリーナツアーですね。こちらです。ルナシー、目黒6名間緊急ライブで、マザースタイルの、全国、デュアルアリーナツアー開催を発表ということで、こちらになります。まあ、これ見づらいじゃないですか。僕作り直しました。こちらになります。これだけで、10月が、7、8、まあ全部 2days ですね。10月から、12月、まあ大晦日、31日までっていう。で、これ人数が、キャパです。キャパ数になります。ただ、この椅子を置いてなのか、まあスタンディングで、まあ分けられてる、まあ会場もあります。で、これ一番上の神奈川系アリーナ横浜なんですけど、まだ建設中です。今年の9月にできると思ったんですよね。確かそうだったと思います。2万人ですよ。大丈夫これ、大阪城ホールとかさ。入んのこれ、わかんないですよ。席削ってさ、ね、少なくするのかもしれないけどさ、僕6名間の、ね、3曲ね、デザイアとさ、ロージアと、ウィッシュ聞いて思ったんですけど、歌えてねえじゃん。あ、河村隆一さんをバカにしてるわけじゃなく、きついじゃん、喉。ですよね。A メロからさ、ロージアも客にマイク向けてるよね。デザイアもさ、歌ってる部分より客を煽ってる部分の方が多くなかったですか？ですよね。なんか、ああいうのを見ると、休んだ方がいいんじゃないかって、僕は思います。まあ、ファンは煽るんですよね。早くね、活動してくださいってね、地方にも来てくださいってね、かわいそうだなって僕は思います。はい、ということで、今日はこんな感じの動画になります。さあ、この動画は消されるでしょうか？楽しみだな、小月。あ、お金見とこう、お金。はい、お金。お金。お金。これ見たことないでしょ、これ。これ紙じゃないんだよ、紙。これ。ね。欲しい？欲しかったらね、ごめんなさい。1万円くださいって、ツイートしてこい。ほらほらほら。はい、ということで、もう最悪な動画上げてません？こんなさ、内容も薄いようだね。はい。
はい、ということで、ね、皆さん本当、普段からね、ありがとうございます。でも、初めに言った通り、あと1回なんですよ。あと1回、本当に警告が入ると、消されちゃうんですよね。でも、いろいろと考えてます。もう作り直そうかなと。はい。なんとかなると思います。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。